謎の海底都市の探索続けようか。これさっきみたいに何かしらのイベント起きるのか、ホーリーボトルの効果がなくなっちまったんだが、メインシステム起動バイオロムチェック。同じかな、同じっぽくないか。はいはいはい、うん、同じだよね。で、今回は、まあ、回復してるんだろうけど、何も言わないっぽいな。タイムワープ選ばざるを得ないよね。音声認識タイムワープデバイスドライバー起動、反重力エネルギーチェック。エネルギーが不足、都市機能回復の必要性あり、決定権は視聴リアルが死亡が確認されている、よって決定権はあなたたちにある。一体どういうこと？よくわからんが、その都市機能を回復させないと時間転移ができないということらしいな。回復させれんの？あ、でも、もう俺らがルールみたいな感じのこと言ったもんね。音声確認、これより都市機能を回復させる、ドール市民に警告、ドール市民に警告。なんかとんでもないことをしてるんじゃないか。でもこのとんでもないことをしないと物語が進まないからな。あ、地球崩壊だ。もうこの世の終わりだわ。世界の終わりだ。セカオワだ。ね、海底から地上に出たってこと？どうやら収まったみたいだ。しかし、なんという科学力だ。大陸を持ち上げてしまうなんて。うん、マザーコンピュータールーム。はあ。今度はどうなんの？使用目的の選択。言うてタイムワープ、まあ、とりあえずタイムワープはいいとして、地上に出たことによってこれ外出れるか。ああ、またこのコモンルームに出ちゃう。鍵またかかってるもんな。ああ、これ失敗したか。だから同じように今のでまたタイムワープを押さなきゃいけなかったっていうことか。脱出がもうどうにもできなくなってるもんな。あ、俺アーチにあれ装備させた。なんかアーチ今行動早くなかった？アーチ装備させたっけ？いや、装備させてるわけでもないのに。でもとりあえずミントのミスティシンボルを、まあ、ピヨハンでいいか。ピヨピヨの時間が半分になるからピヨハンなのか。で、これをミスティにすることによって道中だいぶ楽にこと運ぶよっていうことだと思うんだけど、あ、こいつ今触れちゃったか。いいね、快速だね。クラースよりも早く行動できてて、もう一撃よ。あんまりあれだな、お金とか持ってねえんだな、この子。もうとっとと、コモンキーゲッツして、また上のどっか、ランダムなのかな、これ完全に。今度はクラースの方が早かったな。で、おじさん、勇ましい格好してるね。これでくたばるだろこいつ。安定の強さてか弱点なのかな。雷属性が機械だからさ。ああ、鍵が合わない。機械やから雷が弱点っていうことだと思うんだけど、合わんか。完全なランダムなのか、順番規則性みたいのあんのか。あ、いったあ、呪文書、ゴッドブレス。え、どういうこと？さっきの部屋には行けないのか？神の息を覚えたんだけど。風系攻撃呪文の一つ、風圧で敵を必殺。ただの強い風じゃん。ゴッドブレスとかって言ってるけどさ。これ他にさらに、もうコモンキー消失した判定になってんのか。なんかコモンキー消失判定になってそうだよね。で、ホリボ使って、で、うまいこと巻いて、いやー、またこの探索だわ。この作業芸だわ。で、コモンキーゲットして、で、今回のパートもコーラを飲みながらやっていくぜ。こいつ多分 HP6000 もないよな。4000くらいとかだと思うんだけど、おじさんが、あの技使うのちょっともったいない感じするよね。ブルーローパーも麻痺させてくる攻撃してくるけど、それ以外を除ければそこまで強力な輩でもないよね。まあ割と愛くるしいマロみたいな見た目してるから。ああ、でオッケーオッケー、ビンゴ。あ、いった。はあ、またここだ。何をしたいのかマジで謎だよな。いや、ヒントみたいのがないからさ。これのタイムリープ押せばいいのかな。タイムワープか。相対年数を述べよ。今から102年後の5月21日、地下基地の一番奥だ。あ、地下墓地か。音声確認、時間転移先、空間座標、安全条件クリア、メインプロセス開始。乗員は所定の位置に移動せよ。行こうみんな。その時間転移は選べないんだね。さらに選択肢みたいなの出てくるかなと思ったけど、乗員確認、反物質エネルギー解放、ワームホール発生、ベビーユニバース確認、タイムワープオペレーションシステム、オールグリーン、タイムワープスタート。これでチェスター仲間にできんのかな。めっちゃうねうねしてるんだけど、ムービー長いね。うねうねが収まって、プロセス終了を確認。あー、これ一番最初の頃のムービーで流れてなかった、このシーン。なんだったのか謎だったんだけどさ、この青白いウニみてえな玉。これで時間転移しましたと。烈火の炎を思い出すよね。あ、ダオス。100年後のダオスね。答えろ、やつらどこへやったく、言うと思ってるのか。はい、知っているぞ。あの輝きは時間転移の光。いつの時代に送ったかは知らぬが、自分自身を転移できないとはまだ未熟だな。チェスターくたばってんじゃん。クソ。ここで朽ち果てるがいい。おお、モリスにしてみればさ、せっかく過去に送ってやったやつらがいきなり目の前に現れてさ、しかも知らないやつらも連れて、何事って思うよね。貴様たちは。まあダオスにしてみれば、102年前にあった見た目のやつらがもうそのまま人間だったら普通年取って死んじゃってるじゃん。でも102年前と全く姿が変わらない4人組が目の前に現れたらドン引きだよな。おおこのモリスンどういう反応なんだろうな。自分の魔法が失敗してその昔の世界に飛ばしたけど一瞬で戻ってきちゃったみたいな、そういう感じなのかな。だっておじさんたちが強くなったの分かんなくないか。でチェスターもおじさんとか言ってるけど、仲間も世界もお前の好きにはさせない。なんざめったから、私にはやらなければならない使命がある。こんなところで倒れるわけにはいかないのだ。おお、倒せせん。はい、ミントとりあえずヘイスト。あれダオス普通に物理攻撃でぶん殴って今ダメージしてもなかった？物理攻撃通ったよね。ほんでヘイストかけて逆に弱体かディレイとか効くかな。ああ、でせっかくだからあれも使おう。なんつったっけ、スペクタクルズか。65,000。あれ HP65,000 あんのに今 HP13,964 しかないの。え、もう俺も50,000以上のダメージ与えたん。あ、TP 高いね。どういうことなんだ。なんかちょっと服装も変わってる感じするし、であとなんだっけ、フレアボトル使ってちょっとおじさんの攻撃力も底上げ。これ効かなくないかな。あー、やっぱそうだよな。対戦これは力やべえ、間に合わない。もっと早い段階で力を、いや、なんで力使えないんだよ。いやだからなんで力使え、あ、負けイベってこと？いや力じゃなくて、いやなんだっけ、パナシーヤか。パナシーヤじゃないから使えないってことか。でおじさん蘇生いい。全然そのミントをミントに使う余裕がない。でこれで石化をしないようにするためにここでリキュールを使えばいいのか。はい、おじさんおお、なに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 、あの強い技か。ああ、まあまあ痛えじゃねえか。でリキュールを一応ミントにもかけておくか。ああ、おじさんくたばった。でライフごと、いや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 、汚くねえかこいつ。めちゃくちゃ汚くないか。でライフボトルな、ライフボトルでおじさん負けイベどっちだろう。負けイベ臭くないか。負けイベじゃないのこれ。勝つるんか。ゴッドブレス覚えてる？ゴッドブレス覚えてるからやるべきことはやったっぽい。今あれだな、パナシアボトルのとあのボトルを間違って使ったのちょっとあれだよな、影響あるよな。でアーチェのこれミスティやっぱ良くないわ。これをやめて、ホーリーシンボルとかでもいいか。で、おじさんをジェットブーツをやめて、おじさんもホーリーシンボルにして、でミントもこれじゃなくてミスティと季節時間半分ミントにつけといた方がいいか。いついかなる時でも回復できるようにしておいた方がいいから、ちょっとこれでもう一回、ちょうどプレイ時間がジャスト25時間。いや、負けイベじゃなかったか、今の。なんか雰囲気的に負けイベかなって思ったけど。いや、まさかな、倒すごときにやられてしまうとはな。情けない。投げんだよな、ここの下りな。あと画面のさ、HP バグってたよね。あれ6万5千円、俺あの段階で4万、そのなんだっけ、スペクタクルズを使う時点で4万以上のダメージ与えてたような気しないんだけどさ、ちょっと開幕スペクタクルズ使ってみるか。いや、さっきのタイミングで実はもう4万ダメージ入れてたんか。まあ、言うてスペクタクル使うまでにアーチェとクラースが最大1問を2回ずつぐらいぶち込んだ後で、おじさんも多少技使ってたけど、だとしても4万の HP を削るほどのダメージって与えてなくねえか。ていうかチェスターとかもびっくりだよな。なんかおじさんとのレベル差がさ、今おじさんのレベルいくつなんだ、まあ、ほぼ同じぐらいのレベルだったのに気づいたらとんでもないぐらいのレベル差になってるんだもんな。はい、でまず開幕スペクタクルズを使って、1万6200。この HP どういうことなの謎だよな。あ、てか待って、ダメージ通ってなくね？ 16250、 最初から 16250 で、さっきも使った時 16250 とかじゃなかった。あ、何、第一形態ってこと？最大6万5000円で第一形態が 16250 だよっていうことかな。ちょっとまずヘイスト。クラースも、うん、これなってるよな。であとはリキュールボトルとおじさんにかけて、これとりあえず石化とかはしないはずで、同じようにリキュールボトルをミント、とりあえず手前の2キャラには石化対策用の技を施しておいて、もうミントすでに死にかけてんじゃん。ミントどうしたん？ミント何があった？お前ぶん殴られてたのか。あ、いやいや、近づくなこいつ。はよ、指紋はよ。ダオさん足速いのが本当に厄介だよな。グレンケンでとりあえず打撃を与えて、秋定めの方がいいのかな。時間長いじゃん。時間が長いから秋定めの処理までにかかる時間が長い分、それで時間稼ぎみたいのがある程度できるんだったらそれが一番好ましいんだけど、あーもう壁に追い込まれてる。めっちゃ押しつぶされそうなような状況になってるけど大丈夫かこれ。ひたすら連打して待つしかない。でミントがもう何もしていない。ミントに何かさせるか。バリアってどういうあれなのか分かんないけど、おおなんかすごい強そうな技でナースの方優先しちゃってるけど、まあしゃあない。まあそういうもんじゃないの。ミントでダメだ。もうバリアとか、まあ、張るような余裕がない。もうとりあえず回復だ。回復させて攻撃して16000のHP を削ってこの第1段階をまず突破しよう。あーマジか。ミントにもさリキュール使って石化しないようなやつやったんじゃねえの。あれあー石化な。くそー、いや壁にめっちゃ追い込まれてるな。パナシーアでクラス蘇生入れて、これリキュールをクラスにも使ってとりあえず石化しないように石化対策をしっかりとした方がいいかもしれない。で同じようにリキュールをアーチへ。うえっお、いった。わあよかった。かなりギリギリの戦いだった。あーまさかこんなやつ相手に苦戦するとはな。でもこれまだあれだよな、現代のダオスだから違うよね。未来のダオスいるよね。おおなんかグハとか言って死んだのかこれは。危ない、逃げろ。ざまあこいつディオみたいに無限に復活するだろう。一体どうなってるんだ。懐かしいなこのダンジョン。ダオスが復活するときに膨大なエネルギーが解放されたんだ。近くに異常が起きてても不思議じゃない。早く近く地が崩れるぞ。なんかレビテートとかで浮いた場所だっけここ。お、なんだこれ。あ、トリスタン師匠か。おじさん、ポリスどうしたんじゃ。トリスタン師匠、早く逃げてください。じじいのそのそ歩いてんだ。おお、あんまり見ない角度。洞窟の入り口がさ斜めになってるって結構斬新だよね。力尽きたダオスは溶岩の中へと飲み込まれ、基地の崩壊とともにその姿を消した。基地なのか墓地なのかどっちか分かんないよね。そして数日の時が過ぎ、召喚師クラース。でもチェスター死んでるんだよな。魔術師アーチェ、長い間苦楽を共にしてきた2人の仲間との別れの時が来た。戻れんの？アーチやクラース100年前の人だよね。お別れですね。あ、チェスター蘇生してる。ああ、あとは我々だけで通るに行くよ。忘れちゃやだよ、私。絶対みんなのこと忘れないから。ミント、泣くな。俺たちは本来できるはずのない出会いをしてしまった。いや、することができたんだ。だったら君たちに会えて本当に良かったと逆に喜ぶことはできないか。あ、なんかミント号泣してる。はい、ごまかしのただのへりくつだけどな。なんか長いな、ミントの涙。長くね、30センチぐらいあるよね。みんなも元気で。で、勝手にこれ会話繰り広げられてる。俺ボタン押してないんだけどさ。アーチも鼻水みてえな涙流してんな。それじゃバイバイだね。いやでもこれで終わんないでしょ。他の人の動画 見たけど、パート40何がしかとかそれぐらい言ってるよ。なんだチェスター一言も喋ってねえな、さっきからな。なんかチェスターの顔おかしくねえか。背景と同化してるっていうか、ちょっと透明になってないチェスターの顔。みんなあれ見て。なんか降ってきた。天より舞い降りてきた。これさっきの通るっていう都市なんじゃない？おお、じゃなかった。隕石だった。メテオだった。いやもう大惨事だぜ。大怪獣物語の世界崩壊のシーンを生み出すよね。どうやら収まったみたいだな。何がどうなっているんだ。誰？おお、着いたぞ。確かにここはトリニクス・デイ・モリスン殿の家だ。え？未来人？モリスンってこれトリニクス・ディ・モリスンはあれだよな。今の現代のトリニクス・ディ・モリスンだよね。今のは時間転移の光。あなたは一体？私はハリソン。50年後の未来からアルバニスタ国王の命によりやってきました。おお、未来人だった。なんだって未来からハリソン。ダオスは私たちの世界に現れて、すでに数年になります。世界は破滅の危機に瀕し、万策尽きた我々にはもはやあなたたちに頼るしかなく。それじゃあさっきの隕石はダオスのやはり攻撃してきましたが、ダオスは私が過去の世界からあなたたちを連れてくることを恐れ攻撃してきたのだと思います。これなんかドラえもんにさ、こんな話なかった？なんかのび太の宿題かなんか手伝わせるためにドラえもんをなんか2時間後のドラえもんと4時間後のドラえもんと6時間後のドラえもんと8時間後のドラえもんをそれぞれタイムマシンで連れてきて、まあ、だいぶカオスなことになってたと思うんだけど、なんかそんな感じだよね、これ。なんてことだ、ダオスは死んだんじゃなかったのか。こうしちゃいられないじゃん。行こう、未来へ。まだ別れるには早いらしいな。はい。チェスター、お前も来るだろ。おー、チェスター。来てくれるのか。でもレベル差あるよね。ああ、約束は果たそうぜ。今度は足手まといになるのは私だな。待っているよ。きっと生きて帰ってきておくれ。モリスンが、これエドワード・デイ・モリスンじゃなくて現代の方のモリスンだから、特に何もあれなのか。もうおじさんがすごい強くなってんのをこのモリスン見てドン引きしてるよね。このメンバーで行くんだ。ちょっとシュールだな、この光景。これが時間転移装置か。メインシステム起動、バイオロムチェック。おお、これはマザーコンピュータールームへようこそ。私はオズトールシステムのオズトールシティの全機能をサポートしている。使用目的を選択せよ。また、時間転移だね。音声認識、タイムワープ、デバイスドライバー起動、反重力エネルギーチェック、エネルギー確認、相対年数を述べよう。時代は今からきっかり50年後。未来のトーティス村だ。トーティスの村はあるんだね、50年後。音声確認、時間転移先、空間座標、安全条件クリア、メインプロセス開始。乗員は所定の位置に移動せよ。行こうみんな。これ未来の世界でさ、あんまり冒険しないのかな。未来の世界に着いた瞬間にすぐにラオス戦、こっから先はもう何、無限ラオスみたいな感じになっちゃうのかな。まあある程度探索できるような感じになってれば、その冒険要素みたいのがあった方が楽しみがあっていいんだけど、ちょっとその辺がどういう風になってるのかは不明すぎるよね。プロセス終了を確認。